はい、それでは12月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。勉強した分実力は上がっていますでしょうか。半年以上勉強して合格できなかったら、もうそれは勉強の仕方に問題があると考えた方がいいです。間違った勉強の仕方で勉強を続けてもなかなか合格できず、また悔しい思いをしてしまいます。今からであれば来年の試験にまだ間に合います。勉強の仕方を変えて合格に近づく勉強を始めましょう。もしあなたが一度以上試験に落ちているというのであれば、間違った勉強の仕方をしている証拠です。そしてこの間違った勉強習慣を変えるのが一苦労なんですね。人は習慣で生きる動物なので、無意識のうちに間違った勉強習慣に戻ってしまいます。なので独学の場合は相当意識して勉強法を変えないと変えられないので、相当意識しましょう。これは独学だけじゃなくて、予備校通ってる方もそうですね。また通信講座の方もそうです。多くの方が理解学習ではなくて丸暗記学習をやっちゃうんですね。学校で教えてもらってる内容をそのまま頭に入れる、学校で使用しているテキストの内容をそのまま頭に入れるってなってくると、そこには多くの場合が理解すべき内容を書いてませんので、丸暗記学習に結局なっちゃうんですよね。だからそういうことはやめて、ちゃんと理解学習に変えていく、理解すべきところを理解する勉強に変えていかないといけないんですね。なので、一つの方法として、毎日勉強する本に、丸暗記学習はやめる、理解しろ、と大きな文字で書いた紙を挟んでおいて、勉強する前に必ず見るというのも一つの対策になると思います。何かしら対策をしないと、必ずこれまでと同じように間違った勉強習慣に戻ってしまいますので、必ず対応策を考えましょう。それでは問1に入ります。A の被用者 B の不法行為で、C が損害を被った場合、B の職務外の行為であっても、その行為の外形から判断して、B の職務の範囲内に属すると認められるとき、A は C に対して使用者責任を負うことがある。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。被用者っていうのは、従業員って考えていただいたらわかりやすいと思います。従業員が仕事中に不法行為をしたと。この場合、使用者、これ会社ですね。会社が、きちんと選任しなかった。またきちんと監督しなかった。こういった場合、使用者は損害賠償をしなければならないんですね。つまり使用者も損害賠償責任を負うんだってことです。これを使用者責任って言います。そして判例では、被用者の職務行為そのものには属しない場合でも、つまり仕事中でない場合だったとしても、その行為の外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められるとき、つまり、見た感じですね。ここにも書いてあるんですけど、見た感じ仕事しているときの不法行為だと、見なされるようなときですね。そういった場合は、使用者責任が生じます。つまり、問題文の B の職務の範囲内に属すると認められるとき、A は C に対して、A って使用者ですね。使用者は被害者 C に対して使用者責任を負うことがあるっていうのは正しい記述になります。で、問2ですね。取引証の交付を受けようとする者、括弧、取引資格試験合格の日から1年以内の者、または登録の移転に伴う者を除くは、都道府県知事が指定した講習を交付申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。90日前から30日前まで、ここが誤りです。宅建証の交付を受けようとする者、取引証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習、これ法定講習って言うんですけども、法定講習で交付申請前の6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません。つまり、交付申請する6ヶ月以内の間に、この法定講習を受けてくださいねって話です。つまり、今回の問題は90日前から30日前となっているから誤りなんですね。で、ちなみに、宅建試験に合格した日から1年以内に、宅建証の交付を受けようとするものは、この講習、法定講習を受講する必要はありません。またここにも書いてある通り、登録の認定に伴うもの、このものも法定講習を受講する必要はありません。で、この本文のように何々は除くっていう言葉が入ってくると、問題文がわからなくなってしまう方意外と多いんですね。あなたもそうじゃありませんでしょうか。なんとなく問題文のこの90日前から30日前までがこれ違うから誤りと答えているようでは、本試験で失敗しちゃうんですね。
しっかりこれ理解しないといけないんですよ、この問題文を。実はその理解学習を実践できれば、この覗くっていう問題が出ても簡単に理解できるんですね。来年に向けた個別指導では、このように問題文の理解の仕方、ここもお伝えしてます。理解学習ができれば、宅建試験は実は簡単なんですね。なんでぜひマスターしてください。一番最初にお伝えした通り、その理解学習に変えていく、丸暗記学習はやめて理解しろ。これっていうのは、こういった問題文の理解も含むんですね。解説の理解だけじゃないんですよ。こういった問題文っていうものをどうやって理解するかっていうところまで自分自身で勉強しないと一向に点数上がってきませんので、もし自分自身でこういった問題文の理解できないっていう方は個別指導をご検討いただければと思います。今からであればまだ間に合いますんで、一緒に勉強して来年絶対合格しましょう。で、問い3ですね、農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ、第三者が当該農地を取得する場合であっても農地法3条または5条の許可を受ける必要がある、丸か×かという問題です。答えはこれ丸ですね。競売によって農地を取得する場合も例外じゃないんですよ。競売により農地を取得する場合、3条許可または5条許可が必要です。まあ、この違いっていうのは、まあ、3条は農地を転用しない場合ですね。つまり、この農地を取得するものがそのまま農地として使う場合は3条許可が必要で、5条許可の場合は農地を別の、農地以外のものに転用する場合、例えば住宅を建てたいとかね、そういった場合は5条許可が必要になってきます。で、なぜ競売によって農地を取得する場合に許可が必要なのか。こういった理由を知っているのと知らないのとでは、実力が天と地ほど変わってくるんですね。理解をしていると忘れにくくなります。応用問題にも対応できるようになります。しかし、ほとんどの不合格者がこのような理由を考えずにそのまま覚えてしまってるんですね。で、結果として応用問題は解けないですし、すぐ忘れてしまいますし、結局合格点が取れないということになります。まあ、そうならないために理解学習を行っていただければと思ってます。理解学習を実践したい方は個別指導で今すぐ実践していきましょう。今回の競売について、なんで3条許可5条許可が必要なのか、この点についても解説しておりますので、ぜひですね、個別指導で一緒に実力を上げていただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また動画が終わった後に、この真ん中に個別指導の概要の動画の URL 貼っておきます。動画の画像を貼っておきますので、そちらからご確認もいただけます。来年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。